京都市街支部のゆうたコーチです。今日は三重奈良支部の中コーチも一緒に、出てもらって YouTube を撮っていきたいと思います。で、今ここでここを撮影している場所が滋賀県の、森山という場所なんですけど、まあ、後ろにあるようにこうピエリ、森山、まあ、滋賀県民だったらこう誰もがね知ってるこうショッピング施設なんですけど、ここの施設で、撮らせていただいてます。で、森山校、RWS ドリブル塾の滋賀県は森山校が、火曜日と金曜日に活動していて、両方ご体験も可能ですので、ぜひ一度足を運んでいただいて、まあ、どういう練習をしているかっていうのもこう見ていただけたらなと思います。ではちょっと YouTube の撮影していきます。今日はキープ、ボールキープの時の手の使い方、ちょっとこれをちょっと説明、解説していこうかなと思います。で、まあ、ドリブル塾っていう中でこうドリブル練習、足元の技術ばっかりではなくて、やっぱりボールを 守る方法だったり、ボールを運ぶ方法だったり、こういろんなこうサッカーで使えるボールを扱ったテクニックをやってます。で、その中でやっぱこう、まあ、小学生年代、中学、高校、まあ、プロでもそうなんですけど、やっぱり手を使える選手っていうのはボールをこう失いにくい選手になって、こう上手い選手としてこう評価されやすいです。で、よく子供たちがやるキープの仕方がこうやって、じゃあ中コーチがディフェンスで、まあ、ゆうたコーチが攻撃をやってる時にこうやって、じゃあフェイントとかを仕掛けて、じゃあ失敗しました、でその時にじゃあ後ろを向いちゃいましたってなった時に、小学生がやるのがこう肩とかで相手から来た時にこうやってキープをしようとするんですね。こうやって、でもこれだと別に間違いではないんですけど、でもこう背のちっちゃい選手だったり、じゃあ相手の方がフィジカルが強かった時にどうしてもこの肩でこう当たるのだけだとやっぱりバランスを崩しやすいし、相手もこう力を入れやすいんですよね。でこの時に大事なのが肩ではなくて手のひらなんですよ。手のひらで、よく指導者が、まあ、腕とか手を使えって言うんですけど、もっと僕は細かく説明した方がいいと思って、まず手のこのひらを相手の胸とか肩にこうしっかり押さえてあげる。で、それはずっともちろんこうやって押さえてるのもいいんですけど、相手がボールを取りに来ようとパワーを前に僕の方に向けた瞬間にこうやって押してこうやって逃げてあげる。で、こう相手を手のひらで押すことによって相手も後ろに下がるし、自分もこの押した勢いを利用して相手から離れれるっていうので、すごいめちゃくちゃ大事なテクニックになります。で、これ手のひらで押すとなんで相手からこう離れれるか、相手からキープできるかっていうと、腕を使うとこうやって腕が曲がっちゃうので、使ってる筋肉っていうのはこの肘のちょっと上、ここの筋肉を使っちゃうので、やっぱりここの筋肉が弱い選手っていうのは押された時にやっぱこうやって負けちゃうんですけど、これ手のひらを使うと肘が伸びきってるので、まあ突っ張り棒、こう洗濯とかでよく使う突っ張り棒があると思うんですけど、あれと一緒の原理で肘を伸ばしておくと力を入れなくても相手をこうやって押さえることが簡単なんですよね。で、この力を利用して来た時に押して逃げる、でそっからまた前を向いて距離感を取って仕掛けるってことができるので、ぜひこの手のひらを使うっていうことを小学生年代から覚えておくと上のレベルに行った時もすごい役立つので、ぜひ手のひらを試合中、練習中から使うっていうのを意識してやってください。はい、まあババッと喋っちゃいましたけど、解説は以上になります。で、本当にこの手を使うっていうのは普段から練習から相手がいないとこから意識して手を上げる練習をしておかないと、これ実際にじゃあ試合中いきなり空いてきた時に手が出せるかっていうとなかなかできません。練習からやっぱ意識して、もう肩甲骨ら辺からしっかり手を上げる、こういうキープの練習時も相手がいなくても一人でもこうやって手を上げて練習することによって試合中に自然と使えるようになると思うので、ぜひ練習してみてください。これを覚えておくと間違いないので練習してみてください。ではまたいつか会いましょう。さよなら。